ルピナマーク。まだこちら隠れてる車があるんですが、見ていきたいと思います。アルピナです。アルピナ、アルピナといえば BMW です。そういうことですね、はい、じゃあ行きましょう。シャトルバスなんかどれか BMW アルピナ9時から動いてる。仙台モデルの成功を引き継ぎ、かっこいい。はい、では700、最高出力245、333の、おすごい。最高速度が254です。で、100キロまで 4.9秒。あ、これだ。そう、すごい、速くない？ 4.9 秒僕のシリーズは、7秒ぐらいかな。7秒ぐらいなんだ。100キロまで7秒だそうです、今の車。なんかだいぶ速いですね。 4.9 秒。 4.9 秒。 G型、うちの F 型でしょ。あ、うちの Hugh です。多分 G型。すーごい、めっちゃかっこいいんだけど。これはもうちょっと違うもんね。グリルグリルが違う。すごい、かっこいい。ちょっと周りぐるっと見たいな。後ろも見たいですよね。いや、かっこいいわ。すごい。じゃあ、中乗ってもいいってお聞きしてきたのでお邪魔します。よいしょ。あー、メーターがこのメーターが良かった。これが良かったんだよね、ゴールさんね。 BMW のメーター、だから変えようかなって言ってたんだよね。そう、デジタルメーターがいいっていう話をしてたのがこれです。え、めっちゃかっこいい。お、ここ気になっちゃった。おしゃれおしゃれなんですか。上違う色で、 G 型が違うところってここなのね。ラインラインにライトがあるでしょ。これライトある。あの助手席側もそうなんだけど、助手席側も、あ、本当だ、ライトある。ここめっちゃ違う。いや、そこ同じでしょ。あんま変わんない。同じとは言わないけど、あんま変わんない。そこを、ちょっと待って、私一個ずつ見たいここでも変わんないね。ここは多分一緒だと思います。このボタン系、真ん中がアルピナエンブレム。エンブレムが違うね。本当だ。ようこそ来ました。こんにちは。あ、これ助手席と運転席ですよ。これ本当にね、嬉しい機能ですごく助かってるんですよね今。そしてめっちゃ気になって、ちょっと開けちゃおう。広い、ここ広いよ、すごい。私今、まあね、私座っちゃってるんですけど、エンブレムここにも入ってます。あと上ヘッドにも入ってるし、明るい明るい、すごい。え、かっこよすぎるぞこれ。後ろもね、広いです。今乗ってる感じこんな感じになってます。やばい、かっこいい。あ、ちょっと違うの見つけた。見えるかな、ここ違いますね。ここ違う。できるようになってるっぽい。ライトの位置も同じだけど、ちょっとずつ違っててかっこいいですね。すごい、室内灯がね、めちゃくちゃ明るいです。本当に明るい、すごい、めっちゃかっこいい。ドキドキするね。メーターがいいよ。メーターこれかっこいいね。あの、変えたいって言ってた理由が分かりました。本当だ。で、今コンフォートモードなんですけど、今これコンフォート、モード変わると色変わるんでしょうね。これ多分同じ場所にある。コンフォートに、おー、あった、エコプロコンフォート、今コンフォートですね。で、スポーツモードもある。お色がかっこいいすごい。次は BMW アルピナ B7、 シャープさとラグジュアリー、すごいね。ちょっと違う、ほら
あの種類とも全然違う。全然違う。ベース系とかはね、こんな感じで車体の長さが5メートルになってる。すっでかっ。あんま変わんないけど7シリーズだから大きいんだ。パワーで、608PS になってるね。この見た目で 3.6 秒100キロまでで、やばい。やばい。まあ、金額も結構いいお値段でございます。金額結構いいお値段ですね。かっこいいね。キロニグリ。うん。かっこいいね。あの、これ動くかな。え、なんで動く？あ、開くの？そう。もしかして。そう。確か。確か開く？マジか。でもそうですよね。穴開いてないもんね。ホイールの後ろ、アンフィラのディスクは大きいです。ブレーキディスク、ここかっこいいですよね。前の方に比べると、ちょっと角張ってきた、車体の後ろです。テールもだいぶ変わっているそうです。かっこいい。運転席です。お邪魔します。シートの上方がすごく面白いんですよ。頭だけもできるんですよ、これ。ほら、ここだけできる、すごい。上ね。背もたれの上が、あの、お辞儀するんだよね。そう。すごい。で、これ多分ね、運転席だけだと思います。他はこんな感じになってますね。運転席だけじゃないよ。え、他にもついてるの？運転席もそうだよ。マジで？すごいね。ここ違う、なんだこれ。シートも広くなってる。すごい。これここのシート変えられるんだ。あ、動く。すごい。伸ばせるんだ。あ、お邪魔します。わー、待って、かっこいいよ。水平基調になってますね。ここは変わらないですね、一緒だ。変わってるのはナビの位置と、ナビの位置違いますね。で、あとはシフトノブが若干違うかな。あ、本当だ、広い。ここもちょっと違いますね。すごい。スポーツクラスについてないですけど、さっきのルピナーシリーズと同じになってます。4人乗ってるけど、ね、ここも付いてるし、受けるのはナビちょっとできるやつです。すごいです。後ろにもエアコン調査ありますけど、前これは BMW と同じですね。助手席側と運転席側、すごい、かっこいい。でこれもモードが、あの、切り替わると色変わるんですよね。色変わる、いつも。うん、コンフォードにもなってるんで、エコプロとスポーツで色変わる。スポーツで色変わります、はい、すごい。今気づきましたよ、ここにある。セットできる、それついてるから。へぇ、位置が変わってるけど基本的にはついてます。鍵、あの、前はあのハザードのところに。本当に明るい。とても気になる、ここちゃんとついてますね。ここにもレールはあるけど今はつかないようになってる。すごい。トランクここにある。前はここですね。ありました、ありました。あれ、 USB 前にもついてる。中と前とあるみたい。これちょっといかないですけど、ヘッドアップディスプレイがついてます。すごいな。いや、後ろです。ガンダ席、失礼します。ここかっこいいよね、真っ白。あ、ここ、うちは BMW ですけど、アルテナ。すごい、なんかついてる。
かっこいい。すごいな。邪魔します。いや、これすごい。後ろにこれがありますよ。後ろシートもついてるの。シートって本当に大きいですけど、マジででかい。かなり太い。でかっ。どうやる？すごい。何？あ、開いた。すげー。うん。なんか閉めるのが変わってるそうです。閉める。はい、お、出る？あの、ハンドアゴ。あ、すごい。今日発表があるのは BC。 トップ出力がなんかまたすごい 3.8。 ここ見るようにしようと思います。最高出力が、うん、460パワー。うん、これ3シリーズの、うん、大きさ、大きさだから、うん、あの7よりも小さいでしょ、うんうん、ちっちゃい。でも7の方が速いです。お、ほんとだ。100キロまで 3.8 秒で、すごい。 3.6 秒で車体でかいのに、コンマ2秒でかいのに。いや、これでコンマ2秒ってかなりでかいですよね。そう、差がすごいっていうのが熊だね。 B7 のすごいところ、すごいとこで、ね、もう1台こう今隠れているのがこっちです。 XD4説明はいらないですね。ここ見ましょう。教えてもらったところあ、全長だと5メートル以下になるんだね。 4メートル。4メートルでもかなりでかいですけど、まだ出てない。楽しみですよね。これどんな感じの車なんだろう。アルペナの歴史がありました。ちょっと見ていきましょう。1979年、1号機ってここなんだ。あ、2000年まで長い長い。あ、来た来た来た。2001年、2000、お、すごいね。2001年の2000台よ。あ、BMW と違うかって。うん、わかる。わかってる。うん、わかる。アルピナはアルピナって。BMW は BMW なんだけど。アルピナはアルピナだよね。BMW はアルピナ。うん。はまたちょっと違うんですよ。はい。そして、2019年です。はい。40年を迎える。すごいね。ということで、アルピナの歴史でした。ということで、いかがだったでしょうか。アルピナ、私的にはすごくかっこよくて見れてよかったです。ですね、かっこよかった。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大チャンネルで検索フォローお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。他のブースの動画もあると思いますので、そちらも一緒に見ていただけると嬉しいです。それではまた。 See you!